一生懸命取り組んでおりました。私たちは沖縄から東京に渡航するときにはパスポートを持たなければいけませんでした。日本人として扱われておりませんでした。ですから1972年沖縄が祖国に復帰したときに沖縄と東京は自由に往来することができるようになった。パスポートを持たずに行き来するようになった。当時米軍基地も沖縄が本土に復帰したことによって全てなくなるだろう。米軍基地に関わる女性に対する暴行事件や航空機の墜落事故なども復帰をしたらなくなるものだと考えておりました。ところが復帰が1972年、あれから40年以上経った今日、沖縄は米軍が直接統治をしていた時代と全く変わりません。基地のない平和で豊かな沖縄を作ろう、これが私たちの強い願いでありました。そして沖縄の中ではそれでも安保条約が大事だという保守的な立場の人たちと、私日本共産党のように安保条約はなくして日本の真の独立を実現すべきだと考える人たちとの間に大きな対立もありました。しかしながらこの長い長い対立を経て辺野古に新しい基地を作る計画が日米両政府から示されたときに安保条約に賛成をしている人たちも対立ばかりはしておれない、あの美しい海に米軍基地を作るなどと、これ以上基地に苦しめられるのはごめんだということで、オール沖縄という勢力が出来上がったのであります。辺野古に基地は絶対に作らせない、この大事な一点で沖縄は今保守も革新も一緒に手をつないで日米両政府と戦っております。オール沖縄の力で出来上がった、成立をいたしました小永県政、小永知事は一度前の知事が埋め立てを承認した経過を再び検証し、その埋め立て承認の手続きにはさまざまな誤ったやり方が取られていることを示して埋め立て承認を取り消しました。これが10月の13日であります。それ以降辺野古の基地建設の工事は全てストップをしておりました。2週間後に安倍内閣はなんとか工事を始めなければいけない、このように焦りまくりまして、工事再開のために使った法律が行政不服審査法であります。先ほどシールズの方もおっしゃっておりました、行政不服審査法は国民の権利権益を守るための法律であり、およそ政府が基地を作るために
この行政福祉審査を作る使うことは、これは多くの行政法学者も指摘しておりますが、法律の権力による乱用であります。執行停止を小長知事の埋め立て承認取り消しの執行停止を行って工事を再開いたしました。私の隣の糸数健子参議院議員も、私も今沖縄にいるときは辺野古のゲート前の抗議集会に県民の皆さんと一緒に参加して工事のストップを訴えて戦い続けております。皆さん、本体工事が再開されたとこのように報道がありましたが、本体工事はまだ何も再開をされておりません。海には土砂一つ投げ込まれておりません。最初にあの辺野古の海を埋め立てるために投げ込まれる土砂は、辺野古ダムの周辺から取りますが、その土砂を取るためには名護の稲嶺市長の許可が必要なんです。名護の稲嶺市長の許可が下りない限り、政府は土砂一つも集めることができないんです。また設計変更の手続きが取られたら、小長県知事はこれは絶対に認めないとこのように明らかにしております。小長知事が反対し、稲嶺市長が反対をする、こういう中で辺野古の新基地建設絶対にできるはずがありません。来週から安倍内閣は小長県知事を裁判に訴えることを明らかにしました。皆さん、裁判闘争がどうなろうと、沖縄県民そして日本全国の世論で裁判官の心を揺り動かし、辺野古に絶対に基地は作らないでほしい、こういう声を大きく上げていこうではありませんか。私たちと一緒に声を広げて、必ず辺野古の新基地建設ストップのために、私日本共産党衆議院議員赤嶺政権沖縄一区の代表です。沖縄一区の代表として国会で頑張っておりますが、皆さんのお力を借りて、必ず基地のない平和な豊かな沖縄を作るために頑張ります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。